はい、お疲れ様。はい、お疲れ。いや、もう今日ほんと調子良かったわ。うん、うん、最終ホールがちょっとね、悔いが残るっていうかね、うん、あそこ以外は、そう、あそこ以外はもう絶好調、しっかり突き抜けてオーリーとか、うん、ドライバーだけでバーディー、そう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 、ドライバーだけでバーディーとか、パターでバックスピンかけてバーディー、パターでバックスピンかけてバーディーとか、80ヤードそう、バードガチレッスンするガチレッスン、ガチレッスン、翔太レッスンしてやりゃいいじゃん。俺レッスン苦手だからさ、パターのレッスンは、パターのレッスンはパッティングっていうのは要は理論的に、理論的にだから3度しかないから早くリリースすんだよ、うん、以上だよ。そういうこと、うん、それだけじゃない、パッティングのレッスンってで、いざ上げたくなったらここがあるから、そうそれでもバーディー取れるから、そうそうそう、それでバーディー取ったから、うん、はい、お疲れ様。お疲れ様です。皆さんどうでした？最高。いや、ボコボコでした。楽しかった。やばかった。最高だったね。してた、あやちゃんしてあげないよ、みんな。そうだよ。え、私のいらなくない？そ, それ何、ね、56です。はい。で、どこですか？で、あそこ、今狙って黄色ですか？はい。見て、あやがプロ顔が汗、口がどうしようもない。あれ急転かの。もうダメならダメってはっきり言ってくれてもらって、あれでボラるよ。はい、そんなことないです。どうしますかね、もうね、一日これに付き合ってると映るんだよね、下手が。そうだね。中途半端だな。オペだね、それ。オペだね。オペ、オペ。ハンドアップにして、はい、ベースかぶせ気味で、そのままでちょっと打ってみてください。ベースかぶせ気味のちょっとクリーンに打てました。あ、はいはい。ポケットちゃうで、ピンヤード。こっちにこやっぱアプローチのお悩み多いですよね、うん、とバンカーで、ちょっと左側に、もう元からですよね。はい、了解です。いやいや、ダメだ。え、教えがいがないね。ただで、ね、太くらい吸収してくれよ、大ちゃん。あ、ちょっと左足体重になってますか。あ、そっか、左足体重にしといて、はい、いや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 、いけないとか。あ、じゃあパターだと思って打ってください、これで。あ、了解です。パターのように、すごい今いいこと言った。体の一体感だと思って打ってください。その感じ、ちょっとフェンスをかぶせて、うん、ハンドアップ気味で、もうパターのように、パターのように。すごい、すごい。いやいや、それどうやってんの。逆にすごい。お、あ、そんな感じです。もうパターンみたいに、まだマシですね。ざっくりが出るんですよね。ざっくり、はい。こうアドレスはいいよ、うん、いいじゃないですか、うん、うん、あ、なるほど。なんか開けばいいかなと思ったんですけど、少しだけ開いて、例えば素振りでこうやって芝こすらせるだけって簡単じゃないですか。あ、はい、で、なんでこう突っかかっちゃうかっていうと、やっぱりこう刃を立てて打とうときすぎて、ダフりを恐れずに、逆にダフってもいいと思って、うん、ボールの下の芝をこすらせ、そう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 、こすらせるイメージですね。全然ダフってもいいと思って、そう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 。まだやっぱ素振りよりかなり深く入ってるの分かります。それだけ深く入れちゃうんですよね。打ってる最中にボールが当たると思って、ボールがあると深くなっちゃう、うん、これだ。日本無視、こういう風に打とうとしちゃってるから。なるほどね。こうなっちゃう人が多い、うん、なんかパターみたいでいいと思って打てないと。こうトップってこう浮いてできてるんじゃなくて、こうやってこういう風にトップになってるんですよ。だからなるべくこうソールにただこうやって滑らせるだけの、こういったイメージで、まあ、マンダ振りしたけど今こういった感じでやってほしいんですよね。ここでこうコックを届かないように、うん、何、まあ、ダフってもいいと思ってたけど、本当にダフったけど、この状態からこう、そうっすね、マンダフマンダフりしたけど、
ダフっててダフってもいいっていうのは説得力ないけど、ダフってもいいと思ってソールだけボールの下をくぐらせるような、そうですね、そう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 。で、はい、先ほどと同じように晴れの日はこれで全部対処できます。雨の日は、雨の日はキャンセルするかそう、あとは自分が晴れ男になるか、そう、2つに1つ大事だ。あ、いいね。はい、上達。ちゃんとほどけないで。そう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 。フォローするって。翔太たまに出るよね。うん、出るね。ガチン。あれさえ治れば、来年はもうファイナル。ファイナルトップ通過ね。シード。あ、シードシード。ありがとう。はい、シード。ナイスシード。ナイスシード。でもこれだともう6度ぐらいになっちゃってますよ。え、今これぐらいですか。そうですね。だってパターってさ、はい、こういうもんってならなかった。俺も真ん中に置くと思ってた。え、もう、え、じゃあパターでもキャリーするんですよ、はい、でもこの場合キャリーこんなになっちゃいます。あ、じゃあもう初めにほんとちょっとキャリーぐらいで、それがこう巡回転になっていくんですけど、うん、もうここまで開いて打っちゃったらもうこうなっちゃいますね。これでパターの3分4度の意味がなくなっちゃいます。多分練習でここにあるのをやった方がいいと思います。とりあえずアウトサイドインを直した方がおいい、まあ、おじさんに言ったらこれぐらいちょっと、はい、なるほど。ふんちゃんレッスンうまいめちゃくちゃ感動してる。はい、めっちゃファーストハンドな感じしません？え、全然普通ですけど。うん、します。あ、でも当たってるわ。でもだ、もうハンドレートのこれなんですよ。もともと？もう最初の時にハンドレートからのもうまた上げみたいな。もっとこうやるので、うまいわ。6度から7度にしていくみたいな感じなんですよ。なるほど、ね。だからハンドファーストからのちょっと上げても、まあ、多少。だったら最初からハンドファースト強めの方がいいんじゃないかなって私は思う。え、でも見た目全然普通ですよ。あ、トリキ上がった。え、全然普通、全然良くなった。え、でも転がりが違え、やっぱりさっきより全然転がらないですけど。はい、どうも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 。ナイスバディみたいな。いや、はい、どうもって感じだね。はい、どうもって感じ。プロってすごいっすね。感動しました。こんな感じですか。はい、逆にすごい右向きますね。なんかマレット、せっかくマレットなのにボールが中に入りすぎてるような感じがする、うん、完成モーメントが全然使えてない。それだとピン型とか L 字みたいな考え方になってる。だから両足の真ん中にヘッドが来るようなイメージで構えてくれた方が多分パターが本当確かにピン型のちょっとトーアップぐらい。これ翔太のサインでしょ。俺のサインか。カンのサインな。で、それで何も考えずに、はい、どうもって感じでポーンって。はい、どうも。はい、完成。結構いい回転、うん、回転めっちゃいい回転。多分こうして、多分こういう構え方してるんだよ、こういう、うん、で、この構えだとどうにもならないからこうやって合わせてたんだよね、今まで。だからそれを自分の足の真ん中くらいにヘッドを持ってきてあげると、こうキー回転で打つ。いい回転、確かにめちゃめちゃ本当にいい回転になりました。はい、やってみましょう。はい、やってみましょう。真ん中から踏むんですか。だからせっかくクラブの重心の位置が深い位置にあるのに、それを生かすためにはこう、そう、マレットのこれが中心、ドライバーのような位置までボールを出してあげると、で、そう、で、何も考えないでやると必ずアッパーブローに入るんで、巡回転が綺麗になっていくという。はい、めっちゃ綺麗。やばい今のは。はい、じゃあこれで距離感を合わせましょう。倍打ったよ。倍打ったよ。両足の真ん中にヘッドが来るようなイメージ。そうで、何も考えないで打つ。なるほどね。うん、アドレスの問題だよね。え、かい、多分そうすると、うん、こっちの方がよっぽどいい。めっちゃ感動じゃね。今までのだと何も考えないで打つとダウンブローになってたんで、それをどうにかするためにハンドレートにこうやってこねて打ってたんです。なるほどなるほど。
ットなんかなみたいな。左手投げてストロークしてアッパーブローに当たるぐらいの位置にボールを置いてほしいですよね。アッパーブローって、アッパーブローっていうのはこう上がってる最中にボールが当たるっていう。ドライバーとか。だからこう例えばここにあると左手一本でやると絶対ダウンブローになるでしょ。確かに、はいはいはい。でもこっちにボールがあると左手一本でやっても必ずアッパーブローにこうやって入っていくんで、これだと順回転が強くなるかなって、こういう感じで、だから右手はそれに添えてるだけ。なるほどね。必ずいい回転になるっていう。おー、うん、おーめっちゃ綺麗、うん、あやばいやばいやばいね、やばいやばいマジで。はい、悩み解決。いやマジで。俺の悩み解決。